編成作用の概略の図。左は、核戦眼層。右は、緑色偏眼層。GT は、ザクロ石。HBL は、普通核戦石。プラグは、社長石。CHL は、緑泥石。ACT は緑繊維石。EP は緑、スダレイシの略である。これらの他に石英と仮長石があるが、編成作用には関与しない。編成作用とは、 既存の岩石が当初と異なる温度や圧力の下で、あるいは流体による化学反応に伴い、岩石の組織が変化する作用のことで、この作用によって変成岩が形成される。変成作用の大半は地殻の内部で起こる。変成作用は大きく広域変成作用と接触変成作用に分けられる。広域変成作用は地球内部における広域な運動に伴い、 既存の岩石が地下深部で受ける変成作用のことであり、広域変成岩を形成させる。広域変成作用は岩石を再結晶させ、変魔岩となり変輪面や変麻状構造、島状構造ができる。なお、高温低圧型変成岩では主に変麻状構造や島状構造が形成される一方、低温高圧型変成岩では、 結晶変岩として偏理面が形成されることが多い。なお、広域編成作用はさらに、作り山体編成作用、海洋艇編成作用、埋没編成作用に分類される。作り山体編成作用は、作り山運動による編成作用のことで、編成岩組織がよく確認される。海洋艇編成作用は、中央海嶺や太陽底下において、 近くや上部マントルで発生する。ここでは、玄岩がマフィック岩、超マフィック岩であり、変成岩組織は見られない。埋没変成作用は、厚い体積岩層の下部で起こる、属性作用と作り山体変成作用の中間に、当たる作用のことで、玄岩の体積構造や、岩石組織が残ったり、不完全な再結晶作用だったりする。 中央の火星岩体に近づくにつれ高温で変成作用を受ける。接触変成作用はマグマの貫入に伴う周辺の加熱により原岩が再結晶される変成作用のことであり、接触変成岩を形成させる。この岩石は一般にホルンフェルスと呼ばれる。接触変成作用が起こる範囲はマグマの貫入により形成された火星岩体の周囲であり、 火星岩体から数キロメートル以内であることが多い。また、火星岩体に近いほど変成作用時の温度は高い。ただし、広域変成作用の時よりも圧力は小さい傾向にある。チリのモントラキクレーターで発見されたインパクタイト、衝撃変成作用とは隕石の落下時に起こる瞬間的な変成作用のことで衝撃隠れ機岩やインパクタイトなどを形成する。 この他にも、岩石の割れ目に熱水やガスが入ることによる局所的な変成作用として、熱水変成作用、岩石の物理的破壊などに起因する動力変成作用、変成作用中に化学物質の転移が行われた抗体作用などの変成作用が挙げられる。温度圧力図。変成作用における温度や圧力の変化の一例。 温度と圧力は変性作用にでおける物理的条件の主要例で温度や圧力の変化により再結晶が起こり原元の鉱物組成や組織が変化することで変性作用が進行する。特に高温であるほど変性作用の速度は上昇する。高温時の再結晶作用は小温期変性作用と呼ばれる。しかし温度上昇が停止し、 冷却が開始すると反応は終了し、変成岩の形成は完了する。この時を温度ピークと呼ぶ。ただし、水が十分にある場合などではその後の温度低下中でも変成作用が起こり、抗体変成作用という。これらの温度変化は、温度圧力図の上で表示することができる。なお、変成岩の形成時の温度や圧力の推定の時は、 多形鉱物や地質温度計を用いると良い。ありがとうございます。